アイク・ターナーはアメリカ合衆国のミュージシャン。本名はアイズ・ヤー・ラスター・ターナー・ジュニア。ギタリスト、ピアニスト、バンドリーダー、シンガー、ソングライター、プロデューサー、アレンジャーとして幅広く活躍し、早々期のロックに大きな影響を与えた。ギタリストとしては、トレモロアームを聴かせた鋭いトーンのプレイが彼のトレードマークとなっている。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第61位、2011年の改訂版では削除された。ミシシッピ州クラークスデールに生まれる。10代の頃、地元ラジオ局ロックスで DJ をするようになり、ここでロバート・ナイト・ホークラブルース・マンと出会う幸運に恵まれた。その過程でパイントップ・パーキンズに出会い、彼から直接ピアノを指示。 1940年代後半には、自己のバンド、キングズ・オブ・リズムを結成し活動するようになった。1951年3月、アイクとキングズ・オブ・リズムは、ジャッキー・ブレンストンを歌手に立て、メンフィスのサンスタジオで、ロケット88のレコーディングを行う。そのマスターは、シカゴのチェスレコードから、ジャッキー・ブレンストンヒズ・デルタ・キャッツの名義で、リリースされ、 R&B チャート1位の大ヒットを記録した。また、アイクはレコード会社のスカウトマンとしても活躍。自らの一ファンであるアンナメイ・ブロックが彼のバンドで歌いたいと言い始めたとき、はじめは断ったが、結局は彼女の懇願に負けて歌わせた。二人は1960年に結婚し、アイクティナターナーレビュー名義で活動するようになった。アイクティナターナーは、 1960年代から70年代にかけて数々のヒットを飛ばす人気ディオとして頭角を表した。1966年から1969年の間にはローリングストーンズのアメリカ公演の前座も務めている。1970年12月には初来日も果たし東京赤坂のライブハウス無限で計12回の公演を行った。しかしながら 1978年に箱を迎えたことにより、デュオも解消する。ティナは、1986年出版の辞典アイ・ティナの中で、アイクの家庭内暴力を暴露した。これに対して、彼は当初それを否定していたものの、2001年の辞典テイキングバックマイネームの中で事実上自らの暴力を認めている。彼はかつて重度のコカイン用者だったこともあり、 1980年代初頭には薬物犯罪者としてカリフォルニア州立刑務所で服役した。2003年には日比谷や乙等でも用されたジャパンブルースカーに割る出演のために来日したにもかかわらず過去のコカイン不法所持による逮捕歴が問題とされ入国許可が下りずに帰国した。ただし問題とされた逮捕歴は1989年のことであり、 1994年の来日公演は問題なく行われていることからも疑問の残る措置だったと言わざるを得ない。2003年の来日公演はアイク抜きのキング・ソブ・リズムがステージに立ち切り抜けている。アイク・ターナーは1991年アイクティナ・ターナー名義でロックの殿堂入りを果たしている。2007年12月12日アイクは カリフォルニア州サンディエゴ郊外、サンマーコスの自宅で76歳で亡くなった。死因は公表されていない。ありがとうございます。